今日の岡山県内の新規感染者数は48人、昨日は69人と、今月7日までは毎日新規感染者数の公表が続きますが、8日の5類移行でその公表の仕方が変わります。新規感染者の数は、すべての感染者を把握・公表するやり方から、指定した医療機関で定期的に把握・公表するやり方になります。これはインフルエンザと同じ対応で、岡山では84の医療機関、香川では47の医療機関で把握した感染者を、毎週金曜日に前の週の1週間分をまとめて公表します。また、死者数については毎日の公表はなくなり、国が人口動態統計に基づいておよそ5ヶ月後に公表を。クラスターは公表自体がなくなります。岡山香川で対応が分かれるのが病床使用率です。岡山では毎週金曜日に公表を、香川では公表されなくなります。5類に移行後は濃厚接触者の特定や法律に基づく外出自粛要請もなくなり、基本的な感染対策は個人の判断に委ねられます。岡山香川両県は感染した際の療養期間の目安として、発症翌日から5日間の外出自粛を推奨しています。